あった。課長かな。そろそろかかってきてもおかしくない時間ね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、ご苦労。朝言った通り、そろそろ警察学校に来てもらうぞ。場所はわかるな。ええ、もちろん。西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を回ったはずだな。率直に言ってどうだった？そうですね、いろいろときな臭い状況になり始めている気がします。その嗅覚、今まで以上に研ぎ澄ませておくといい。それじゃ待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってたみたいですけど。ああ、課長もいろいろと状況の変化を感じているらしい。ヘイユやレクター隊員のことも報告した方が良さそうだな。そうね。で、そろそろ警察学校に行くのかい？ああ、西口から街道に出よう。
お疲れ様です。それでは報告
を受けたまわりますね。わわ、大変でしたね。報告は以上ですね。ではまた依頼を達成したらよろしくお願いします。さてと、みんなどうする？警察学校まで行くとしたら徒歩かバスになるけど。そうね、私はどちらでもいいわ。最近歩いてなかったからちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。だったらついでですし歩いた方がいいかもしれません。おいおい、本気かい？さすがに徒歩なんてだるすぎる気がするけど。もう、いい若者がそんなことじゃ情けないよ。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、いっか、疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。おぶらないから。それじゃあ徒歩で出発することにしましょうか。手配魔獣が出るかもしれないから気をつけないとね。了解しました。一気に落とすよ。リュウカ！そこ！任せて！行くぞ！行くよ！行くぞ！さあ！悪いな、先に行かせてもらうよ。はっ！全力で行かせてもらいます。よし、やめや。はい、あたし、行くよ。じゃあ次。いい夢は見られたかい？そこ、みんなチャンスよ。リュウカ、よし、やれやれやれ。じゃあ、そこ行きます。これがみんなの力ですね。よし、やれやれ。よし、よし、なんとかなったわね。
かかってきなよ。やあ。さて。やや。さてと。俺の番だな。任せてくれ。私や。ごめんなさい。先に行くわね。僕の相手が務まるかい？僕の番か。ちょっと私のパラ行くぞ。そこだ。この調子で行きましょう。そこ。さあ始めましょう。ああ。やあ。俺の番だ。やあ。僕の。務まるかい？そこ行きます。そこ俺の番だな。捨てや
いい夢は見られたかい？一気に落とすよ。リュウカー！はい！私の番です。そこ！行くぞ！出直してきなよ。そこ！全力で行かせてもらうぞ。行きます。やあ！私、やあ！ごめんなさい。先に行くわね。行くぞ、みんな。ああ任せてよ。迎撃完了。みんな、先に進もう。相手が務まるかい？任せてくれ。ステア、私の番ね。僕の番か。無駄だよ。私の番ね。さてと、任せて。行くよ。私、よかった。
よし、一気に行くぞ。いいぞ。よし、はい。チャンスだ。よし、頑張れ。僕の。任せて。やるじゃない。やあ、はあ、そこ。よし、一気に行くぞ。いいぞ。よし、よし、そこ。戦闘終了。警戒態勢に戻ります。俺の番だな。いや、任せて。よし、敵続けてくる。そこだ。行きます。そこ。よし、行くぞ。はい、行くぞ。悪いな、先に行かせてもらうよ。はっ。やあ、みんなチャンスよ。了解。やっ、よし、はっ。僕の番か。やっ、やれやれ、時間の無駄だったな。あれ？こんにちは。もしかしてあなたも街道を歩いてきたんですか？来るぞ。え？帝国からの列車だ。ちゃんと見ておけ。何かおかしなことでも？いや、
おかしなことは何もないさ。ところで、そこの小僧、今の列車、乗客は何人乗っていた？え？一応車両の中まで目を配っていただろうが、何人だ？答えろ。それは、なんでそんなことがわかるんだ？ほう、当たりだ。まぐれかどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたまですよ。まさか当たるなんて。せいぜい目は鍛えておけ。漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上で、そこにある要素を瞬間的につかみ取っておく。え？それが戦場で生き残るコツってやつだ。まあ、覚えておくがいい。体格といい、隙のなさといい、ただものじゃありませんね。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。え？あれは！ひどい。まさかこいつら、今朝確認した手配魔獣か？間違いありません。手配された特徴と一致します。報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体どれも斬撃で倒されている。さっきの男の仕業かな？ああ、間違いないだろう。鋭利な刃というより巨大なナタみたいなもので切り裂かれたみたいだけど。二人ともよく冷静に観察できるわね。すみません、私もこれはちょっときついです。わかった、一旦ここから離れよう。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に歩いて行ったみたいだね。今から追いかけても捕まえるのは難しそうだな。Thank you.
負けられない。任せて。よし行くよ。行きます。任せてくれ。エリア私の番ね。よし、そこ。よし、そう。みんな、大丈夫か。やあ。はっ。さあ、かかってこい。さてと。よし。やっ。さて。僕の相手じゃないね。電磁ネット投射。任せて。僕の番か。任せてくれ。エリア、そこだ。行くぞ。俺の番だな。先に行かせてもらうよ。行くぞ。迎撃完了。みんな先に進もう。
よし、やっ、その程度じゃ俺たちは止められない。やっ、敵出現、交戦します。任せてくれ。さてと、エニグマ駆動。さてと、行くよ。さて、よし、よかった。やあ、はあ、そこ、みんなチャンスよ。リュウヘイ、行きます。出直してきなよ。やあ、敵出現、交戦します。はい、やあ、さてと、任せてくれ。やれやれ、任せて、やあ、任せて、はい、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。よし、一気に行くぞ。いいぞ。俺の番だな。僕の番か。やれやれ、時間の無駄だったな。やれやれ、怖いもの知らず。任せて。よし、もう大丈夫だ。うん、ちゃんとゲートを開けてくれたみたいだな。やれやれ、やっと着いたか。ここから先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。ダメだ、どうもさっきの男が気になる。ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる。このまま警察学校に行く組と黒滑る市に戻る組か。
それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため捜査一課には連絡しておこう。なるほど、いいかもしれないわね。クロスベル警察捜査一課です。エマさん、先ほどはどうも。バーニングス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展が？いえ、それとは別件です。実は。赤毛で赤眼の異常部、年齢は40代くらいですか。車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。わかりました、こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を果たしてくるといいでしょう。はい、お願いします。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃゲートをくぐろうか。ええ、行きましょう。了解しました。ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど、かなり奥深い場所にあるのね。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援課のスタイルだと諦めてもらうしかないな。しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。てっきり都会っ子らしく音を上げちゃうかと思ったのに。ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクでね。そろそろリーダーにおぶってもらうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。やれやれ、怖いもの知らずだな。よし、ストップ。私の番ね。よし、僕の番か。無駄だよ。私の番ね。行くよ。よし、俺の番だな。え、やっ、守りたいこのクロスベルを。やれやれ、時間の無駄だったな。
僕の相手じゃないね。俺の番だな。さてと、エミグはい、駆動。やれやれ。はい、はい、よし、エミまだまだいける。あれはサバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。サバイバル訓練。この下は樹海になっていて、視界も悪く獣道しかありません。そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を過ごすんです。私には無理そうね。僕もさすがに勘弁だな。ヴィンテージもののワインと洒落たオードブルが出るなら考えてもいいけどさ。ま、せいぜいチーズ味の乾燥したレーションくらいだな。俺も捜査官試験のためにサバイバル訓練は受けたけど、正直かなりきつい訓練だったよ。ランディ先輩、ここで訓練をやってるんでしょうか。そうか、可能性はあるかもしれないな。他の演習場でやってる可能性もあるけど。確か彼、操られた警備隊員のリハビリに付き合ってるんだっけ。ええ、新しい警備隊司令の要請でね。早く訓練が終わって戻ってくれるといいんだけど。ああ、そうだな。
私の番ね。俺の番だな。させるか。やれやれ。僕の番か。無駄だよ。任せて。行きます。よし。さてと。無駄だよ。よし。よし、上出来だ。お疲れ様。私の番ね。
グラッチ行くよ。やれやれ、時間の無駄だったな。さてと、私の番ね。任せてくれ。私の番ね。はい、行きます。やあ、行くぞ。やあ、まだまだ行ける。やれやれ、怖いもの知らずだな。えっ、行きます。さてかい、なんとかなったんだ。僕の相手が務まるかい。やっ、そこだ。僕の番か。あたしの番ですね。行くぞ。やっ、無駄です。やっ、あたしはこれがみんなの力ですね。はっ、みんな気をつけて。はっ、さてと、はい、僕のこと。やっ、よし。えっ、はい、あたし、やっ、なんとかなりましたね。一気に落とすよ。了解。はっ、私の番ね。そこ行くぞ。えっ、行くよ。やっ、それ、私の番ね。行くよ。そこ、やっ、なんとかなったわね。僕の相手じゃないね。やっ、私の番ね。僕の番か。行きます。任せて。行くわよ。あたしの番ですね。やっ、行くぞ。さあ、みんな大丈夫か。
で行かせてもらうぞ。行くぞ。さあ行くよ。任せて。任せて。まだまだ行ける。かかってこい。そこ任せてくれ。やべ、任せて。そこだ。やれやれ。ちょっと任せて。はい、よーし、はい、よしよ、やれやれ。出直してきなよ。やるじゃない。まあまあだったね。お疲れ様。